柘植さん担当させていただく宮下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。足に力を入れることはできますか？元の人生に戻れますかね？日野さんは生まれ変わってもまたこの仕事やりたい人だと思ってました。やめやめでもやめなかったな。もういいよ、歩けなくって。仕事はなんで俺なんだよ。私たちが一番に考えるのってさ、患者さんの人生じゃん。タバコってこんなまずかったっけな。とりあえず俺が代わりに担当するから。向いてなかったのかも仕事。別れよ。社長のお兄さんも脳梗塞、こういう風になったことあるみたいで。なんでこの仕事選んじゃったんだろう。歩けるようになりました。歩けなかったら歩くんです。